昭和の時代まではよく見かけた水銀体温計、表示板が黄色のものです。レッドマーキュリーには様々な機能がありました。実験の様子をご覧ください。驚くべきことに背面の鏡に映りません。近づけると裂ける。銀の指輪を近づけると引き寄せられる。果汁とは混ざり合わない性質。ガーゼに包み込むと風に一滴も染み込まない性質。昔のブラウン管テレビの真空管にも使われていました。ニンニクを近づけると赤く光り始めた。金の指輪を近づけても光り始める。銅で作られたと思われる器。突起部分から火花が発生。あれれ、中は赤い玉のみ。内側を検電すると電圧を確認できる。
の周りを近づけても電圧を確認できる。材質と器の構造、レッドマーキュリーで電気が発生する。美術品とされているこれらの燭台にもレッドマーキュリーを中に入れ照明に使われていたと思われる。ゴシック建築様式とされる建物になぜ玉ねぎ屋根に尖塔が多いのか。尖塔の中にレッドマーキュリーが配置され発電所としての機能があったとしたら、世界共通デザインだった理由がわかる。レッドマーキュリーはどこへ消えたのか。ご視聴ありがとうございました。